Thank you.
この曲はそのドイツ的なとことオーストリア的なところが混在してるんです。古典これは面白いんですね。普通のワルツはオーストリアの優雅なワルツ。ちょっと試してみましょうか。打ち合わせないんですけど、ね、大丈夫でしょうか。古典曲のね、皇帝舞曲の中にオーストリア的なところとドイツ的なところがあるということを急遽井上さん、楽譜のベーっていうのを出してください。ベー、今から演奏するときがところがドイツ的なんです。グーテンタークヘルツヒウィルコムですね。これ以上やると本物が聞けなくなります。いやー確かに、確かにドイツって感じがしました、はい、で今度はエレガントなウィーンの情緒が溢れてる場所、ヤインの世界ですね。ヤインの世界ですね、はい、これあんまり人に言わない方がいいですよ。皆さん6番違いますよね。いや素晴らしい、こういうシュトラウスが、ドイツとオーストリアの皇帝同士が仲良くするようにって書いたちょっとエスプリが効いた曲とも取れますね。本当にそうですね、音楽によって同盟関係がさらに強められるっていうような感じもいたしますが、それでは最後の曲になりました。準備をお願いいたします。ヨハン・シュトラウス2世の皇帝演舞曲です。お聴きください。